汗かいてなんぼチャンネル。どうもこんにちは、レンです。こんにちは、原です。久しぶりの感じですね、この感じ、はい、じゃあ今日はちょっとあの怪我をした後、まあ、前回その大場先生 の, あの動画で上げたんですけど、まあ、その怪我をしてすぐ の, その処置の話をちょっとやっていこうかなと思います。その怪我をして、例えば日曜日だったりとか土曜日だったり、その病院が休みとか整骨院が休みとかの夜とかに怪我をして空いてないとかで、その日その病院行くまでにどうしていいかわからんとかっていう話とかよく聞くので、ちょその話をちょっとしていこうかなと思います。で、まあ基本的にこの怪我をしてすぐの処置っていうのはライス処置っていう話があるんですけど、その前回その大場先生の動画でちょっと話をしたんですけど、それをちょっと詳しく話をしていこうかなと思います。じゃあちょっと話をしていきます。で、このライス処置っていうのは4つのものがあって、それの全部頭文字を取ったものなんですけど、じゃあ原さん、じゃあ R は何ですか？ R はレスト、安静って意味、はい、そうですね。で、この安静っていうのは基本的に腫れだったりとかの防ぐ予防になったりとか、まあ、例えば骨折しとったとするとですね、その骨折の骨の断面でその血管だったり神経とかを傷つけないためにも、そういう安静っていうのは大事です。基本的にはまあ痛いんであんまりその動かしたりはしないでしょうけど、そういう怪我をした後っていうのはそういう安静にしてもらうのが一番なのかなと思います。じゃあ次、ライスの愛ですね。愛は何でしょう？はい、アイス、冷やす、はい、アイシングです。これは基本的に、まあ、炎症を抑える効果があります。基本的に怪我っていうのは炎症期があるんですけど、この炎症が起きてる期間ですね、この期間っていうのは基本的に、まあ、2日から3日ぐらい、まあ、2日ぐらいかなっていうのは、その特に炎症が強い時期なので、この時期っていうのは、まあ、お風呂とかでも温めず、お湯とか浸からず、まあ、シャワーとかで済ませてもらって、しっかり冷やすことが大事かなと思います。じゃあ次、3つ目の C ですね。 C、はい、コンプレッション、はい、圧迫、圧迫です、まあ、これちょっとなかなか家庭では難しいのかなと思うんですけど、まあ、例えば包帯だったりとかテーピングだったりで、まあ、固定することですね。で、これはまあ内出血だったりその腫れとかを引かせたりとか、まあ、防ぐ効果があります。ちょっとまあ家ではなかなかその包帯だったりテーピングとかっていうのがなかったりする家庭とかもあるの で, で、まあ、その強く圧迫しすぎちゃうとかえって悪かったりすることもあるので、まあ、ちょっと家庭では難しい処置なのかなと思います。じゃあ最後4つ目が、E ですね。 E、エレベーション、エレベーション、居上、居上です、はい、よく言うんですよね、その怪我した時心臓より上に上げろとかって言うんですけど、これは腫れとかを軽減させるものですね。なんでその結局血が溜まっちゃうんで、それをしっかりこう上とかに上げてあげることによって、その血が溜まるその腫れとかっていうのの予防になるので、この4つ、安静、アイシング、冷やす、圧迫、居上で、この圧迫はちょっと難しいのかなと思うので、残りのこの3つっていうのは家庭でやっていただけたらいいのかなと思います。じゃあ、まあちょっと今から簡単にちょっとこう実践じゃないですけど、ちょっと見せていこうかなと思います。まあ、じゃあ足を怪我したという体でちょっと見せます。はい、はい、じゃあ今からちょっとその対処の方をやっていきたいと思います。じゃあまず安静からやっていこうかな。まあ、安静って言ってもなんか難しいですよね、もうこのままですもんね。そうですね、まあ、とにかくあんまり動かさない、まあ、例えばこっちを怪我したという設定で今から話をしていきたいと思います。まあ、例えばね、まあ、意外と周りが痛いって言ってない、 ふざけてウェーとかする人多いですけど、あんまりそういうの絶対ダメです。絶対ダメでしょ。痛い、まあ、痛いんであんまりその、ね、動かさないと思うんですけど、強いて言うなら、まあ、痛い足に強い体重かけないとか、歩いたりするとき、まあ、そういうのはちょっと気をつけてもらった方がいいのかなと思います。じゃあ次、2つ目にアイシングですね。で、まあ、なんか氷のうだったりがあるといいんですけど、まあ、なかなか家庭じゃね、ない家庭とかもあったりすると思うので、今日はまあこういった普通のなんか保冷剤みたいなやつでちょっと話そうかなと思うんですけど、これをタオルにこうやって巻いてもらって、直接だと低温やけどとかする可能性があるので、タオルで1枚巻いてもらって、足首にしっかりこうずっと当てる、グーッとずっと開いたこれはずっと当ててもらう感じですね。で、基本的に15分から20分間をずっとこう当ててもらって、で、まあ、時間経ったら
外して、でまたちょっと一時、まあ、10分ぐらい休ませてまた冷やす。これ基本的には2回から3回ぐらいをやってもらったらいいかなと思います。特にこうシャワーとか終わった後とかはもう1回しっかり冷やしてもらう。とにかくもう冷やして炎症期っていうのを、炎症をとにかくひどくしない、早く炎症を抑えてあげることが治っていくためには一番大事になってくるのかなと思うので、しっかりアイシングはしていきましょう。意外と簡単なの、保冷剤で冷やすだけなんで、これを冷やしていってもらったらいいのかなと思います。やっぱ湿布でもいいんですか？湿布でもいいですけど、湿布自体にそこまでその冷える効果っていうのはないんで、しっかり保冷剤とかもうこう、あの本当に冷たいこう氷みたいなやつで冷やしてもらったらいいのかなと思います。まあ湿布貼るとまた違う、そのなんですかね、皮膚にこう例えば1枚当たっとくだけで人間の痛覚っていうのは割といい加減なところがあるので、そうやって湿布だったりっていうのを1枚貼ってあげるだけで痛みの緩和になったりつながるので、湿布とかその時は貼ってあげたりすると意外と良かったりします。はい、はい、3つ目が圧迫ですね。まあ圧迫はさっき言ったみたいにちょっと家庭とかでは難しいので、ちょっと今日は割愛させていただきます。もう本当はあの伸び縮みする包帯とかで巻いてあげたりすると良かったりします。その伸び縮みしない包帯だとなかなかその素人の方だったりすると、その強く巻いてしまいがちなところがあったりするので、まあ、伸び縮みする包帯の方がいいのかなと思います。4つ目最後ですね。最後その居上っていうところになるんですけど、まあ、もうこういう枕とかクッション何でもいいんですけど、こういうので少し上げてあげる、よく言うんですよね、こうなんかちょっと足高くして寝るとか、これするだけでその心臓よりも高い位置に上がるので、これだけで全然違います。なんで、まあ、安静にして冷やして足を上げる、この3つは絶対に怪我をした時はやってもらった方がいいのかなと思います。まあじゃあこんな感じです。以上。はい。なんかこれ奏者で師匠つもりそうだ。はい、なんか分かりやすいかな。なるほど、これ奏者で師匠つもりらしいです。よし、今日はそのライス処置っていうか、その怪我をした後の処置についての話をしたんですけど、本当は病院だったり整骨院とかその専門の知識を持った人のところでやってもらうのが一番なんですけど、今日はそうやってこう空いてない時とかどうしても行けない時のその応急処置っていうのを、まあ家庭でやってもらいたくて撮りました。で、基本的にもう絶対こういうのは、これ安静、今日やったこの3つのこと、安静、アイシング、居上、まあちょっとその圧迫っていうのはちょっと難しいっていう話をしたので、この3つをやってもらって早めに病院だったり整骨院、まあ病院でまあレントゲンとかを取ってもらう、その怪我によってはそういうのがいいのかなと思います。まあ捻挫もそうですし、骨折、ひび、まあぎっくり腰とかそういったやつとかでもこのライス処置っていうのは大事になってくるので、これは全部ちょっと試してもらいたいなと思います。まあ、今日はちょっとこのライス処置について話をしたんですけど、まあ、またいろいろ動画とかを撮っていきたいなと思ってるんで、何でも気になることとかあれば質問とかいただければ嬉しいです。なんでまあ質問する形も、YouTube のコメント欄でもいいですし、整骨院で直接自分たちに聞いてもらっても、まあその時答えますけどでもいいですし、インスタグラムのその堀池整骨院調べてもらったら出るんですけど、そっちとかでも何でもいいので、どんな形でも聞いていただければ、自分たちの知識の範囲内ではあるんですけど答えさせていただくので、その時はよろしくお願いします。じゃあまあ今日はこんな感じで、ライス処置の話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。